子供の頃からいろいろ見えたり聞こえたりしてたんでしょ。近くにお化け屋敷があるから行ってみようって。前そこに住んでいた家族が全員死んだり行方不明になったりしてるんだよ。何調べてんだか知らないけど、その事件やばいよ。私なんかじゃどうにもできない。俊夫君、ほらこの間書いた絵あったでしょ。小林君。